エルンスト・ヴィルヘルム・フリードリヒ・フィリップ・フォン・デュヒエルは、プロイセンの使官である。最終的に、不評大将まで昇進した、プロイセンコノエレン隊の軍人。エルンスト・フォン・デュヒエルは、プロイセン軍の使官で、ツイッツェネフの領主であったアダム・ゲオルク・フォン・デュヒエルと、その妻で、シュネルケ出身のアグネス・アウグステヘイト・ヘートビヒの息子として、生まれた。ベルリンの旧学校に通った後、 1770年3月1日に、彼は、五長として、主典があるの第27、本首とイエンティーン不評連隊に配属され、1772年9月29日に、順位に、1774年12月26日には、少尉に昇進する。1777年にはその立場で大体の、副官に任じられ、1778年3月30日には、 連隊長、アレクサンダー・フォンク・ノーベルスドルフ大佐の高級副官に就任した。1778年から1779年のバイエルン継承戦争の間、彼はガーベル及びグルムバッハの戦いに参加している。フリードリヒ・クリストフ・フォン・ザルダーン中将の行為を得た、デュッヒエルは1782年、ポツダムにある兵坦総幹部へ送られ、そこで、 フリードリヒ大王ウ自らによる戦略や戦術学の講義を受ける。そして、大王のお気に入りの生徒と目されるようになった。そのこともあって、次に即位したフリードリヒビルヘルム2世は1790年、彼に軍事教育改革を託す。博愛主義的原理の影響を受けつつ、リュッヒエルは新しい教育計画の導入したり、巧妙な専門家を講師として招聘したりして、 軍学校を再編する。また、主官候補生団を兵団組織から教育組織へと改編した。そこでは、シャルンホルストの軍政改革にもかかわらず、20世紀に入っても、なお専門知識と並んで、貴族的な階級主義が引き継がれている。さらにルヒエルは、傷病兵中隊や主官の家父の扶養及び、軍人の子供を教育するための基金を創設した。 また同年、オーストリアとの間に戦争の危機が迫ると、リュッヒエルは国王の命令でシュレーズイエンに派遣され、グラーツ白領を付近に軍を展開した。そしてこの任務における功績に報い、プールルメリット勲章を授かっている。第一次大仏大同盟戦争中の1792年、彼はシャンパーニュから撤退する主力軍を援護し、 フランクフルトアムマインへの攻撃を指揮したほか、マインツ後位戦では、いわゆるマインシュピッツェで、混成軍団を率い、一時的にランダウィンデアップファルツの封鎖を指揮し、いくつかの戦いで勝利を収める。しかし、それ以前にルヒエルの名を知らしめたのは、プロイセン軍の撤退に際して、コブレンツを占領しようとしたアダム・フィリップ・ドキュスティーヌ、中将を率いるフランス軍に先んじた、強行軍である。 さらに彼は、プファルツ選帝公領、ヘッセン・ダルムシタット法白領、ヘッセン・カッセル法白領の各宮廷、そして後には、サンクトペテルブルクの皇帝パーベル一世を訪問し、外交を担当している。バーゼルの和訳が締結されると、プロイセン海軍発の艦隊計画を作成した。1797年、フリードリヒビルヘルム三世は、リュッヒエルを、 すべての主観学校の教育総監、ポツダムの幕僚官部長及び、このエ絵ン隊の司令官に任じた。他の多くのプロイセン軍将校と同じく、リュッヒエルもフリーメイソンに参加していた。上官であった、アレクサンダー・フォン・クノーベルスドルフが主導していた、シュテンダールのロッジ、金の王冠は1782年、彼を一員として迎えたのである。国王の側近となった後、リュヒエルは、 ポツダムのロッジ、ミネルバに移った。1801年、同ロッジのマスターに選出されている。また、複数のロッジの名誉会員となっており、その中には、ベルリンの友情のロイヤルヨークも含まれていた。財政改革及び軍事組織委員会に対する、リュッヒエルの指導は、1806年まで内政、軍事政策上の路線を定めていた。自身を会長とする、 軍事協会であるシャルンホルストの主導で創設されたをもって彼はシャルンホルスト、ロイエンやクラウゼビッツといった格式ある士官の団体を率いている。またポツダムで行われた大演習の指揮をとり、クネーゼベック、ミューフリンク、ヨルクヤグナイゼナを取り立てた。この間の1802年、クロワシ君賞を授与されている。1805年、彼は 第二不評連隊の連隊長に就任し、プロイセン公使、ルイ・フェルギナントをナポレオンとの戦いへと借り立てた主戦派に加わる。1806年の動員令は、自身が計画したラントミリーツの創設を妨げた。1806年4月、彼は、カペレンドルフの東方、現在ではその頂点がクロース・ロムシテッド系とシャウノ、 戦没者記念塔への同票となっている一帯で、イエナの戦いにおける最後の戦闘に敗れる。その戦場への地産は、政敵、特に方園牢へこう率いる左翼軍の兵団総監で、自身も避難された、クリスティアン・フォン・マッセンバッハ大佐から公然と論乱された。デュッヒエル中条通りは、現在もバイマルのベイビーヒトからカペレンドルフに続く。 リュッヒエルとその軍の行進を記念している。リュッヒエルは負傷し、シュテティーンを経由して、ケーニヒスベルクに逃れ、そこで、総督職に就くと、国民放棄の計画を起草し、マルビッツの義勇部隊を援助し、プロイセン王妃、ルイゼフォンメクレンブルクシュトレイリッツと緊密な関係を築き、ハルトゥンク新聞を監督した。その頃、 同新聞社の検閲係だったフィーヒテを罷免している。また大臣としての職責をめぐる争いの中で、彼は、口頭でも文書でも国王に意見を表明し、ハルデンベルクとシュタインを支えた。ナポレオンの圧力で罷免された後の1809年、リュッヒエルは、プラハへ亡命していたヘッセン先帝公、ビルヘルム一世に身分を隠して、会いに行き、 国民放棄への資金援助を依頼している。なお、ハルデンベルクのリガ覚書とシュタインのナッサ覚書をひとまず承認したものの、貴族の租税優遇を排除する1810年の財政直令には抵抗した。1813年に解放戦争が勃発すると国王はリュッヒルに指揮権を与えなかった。おそらく、 反乱軍の指導者であったシルと彼の関係に不信を抱いたからであろうが、主な原因は国王がリュヒエルの支配者的な人格を評価しなかったことにある。それに1807年以降、予備役に入っていたリュヒエルは再編されたプロイセン軍とその新しい戦術を伝聞でしか知らなかった。しかし、 金属年数はブルッヒャーよりも長かったので、任用されていれば高い地位につけなくてはいけないという理由もあった。その代わりに、リュッヒエルが願い出た、ブルッヒャーより、会の配置は、不評代償となっていた、彼にそぐわないので、国王にとって、論外だったのである。リュッヒエルは、ポンメルンのハーゼロイ農場に陰性し、晩年を過ごした。同地で家族と並んで彼の相手を務めたのは、 ほとんど若い貨幣学の研究者、ハイン・リヒ・ボルツェンタールのみであった。後に、ベルリン国立美術館の共同設立者及び貨幣や、メダルの収集責任者となったボルツェンタールは、正体に応じ1821年までリュッヒェルの騎士寮に滞在し、その間に支障なく、勉学を続けることができたのである。 エルンスト・ビルヘルム・フリードリヒ・フォン・リュッヒエルは1823年1月14日、ハーゼロイで亡死した。その後、地球であった風景が伝記を捧げている。リュッヒエルは、フリードリヒ大王の愛弟子及び、フリードリヒ大王時代の伝統の御自社とみなされていた。実際、彼は1797年から1806年に、かけては、メレンドルフやブラウンシュバイク公、 カール・ビル・ヘルム・フェルディナントと並んで、プロイセン軍の卓越した代表者だったのである。何人かの同時大臣が彼を、プロイセンのナポレオンと参誕した一方で、他の者、例えばクラウゼ・ビッツは彼を、公然としたプロイセン精神から抽出した、濃縮されたさんと評した。大半の人が彼を、保守的で、貴族としての羊を誇る市民の敵と捉えたのは、根拠のないことではないが、 当事者が指摘する軍の硬直をあまりにも一方的にリュッヒエルの責任としている。彼は貴族の特権を守り重要な改革を遅らせた一方、プロイセン軍に啓蒙主義思想の所産を取り入れる上で貢献してもいるのである。その最も後まで残った影響はリュッヒエルの社会改革と何よりもプロイセンの軍事教育の刷新に浮現した。それは リュッヒエルの改革のおかげで、シャルンホルストが軌道に乗せた軍政改革の中でもなお残り、コプロイセン的、保守的で常に刻み込まれる伝統として発展することができた。彼の影響とその人格は、コプロイセン的なフリードリヒ大王時代後期の軍の多くの、短所のみならず、長所をも力強く示しているのである。縦は水平に分割され、上部には青地に、 白のあやめを、下部では、青と赤の格子島をあしらう。ヘルメットは、茎が長い三本のクローバーを飾り、マントは赤字に白である。リュッヒエルは二回結婚した。最初の妻は1786年に目とった、アルンシュテット家のカロリーネ・ヘンリエッテ・フォン・アルンシュテットである。彼女は助官であり、父は、王大使フリードリヒ・ビルヘルムの執事を務めた、プロイセン軍の大佐。 クリスティアン・ハインリッヒ・ホン・アルンシテットである。彼女の母は、バロネスのアルベルティーネ・ヘンリエッテ・カロリーネ・ホン・ゴイラー、ゲナント・ラーベンシュタイナーである。カロリーネは、結婚式の8日後に亡くなった。妻を早くに失ったルヒエルは、1788年に、フィリピーネ・ヨハンナ・エリザベート・ホン・エルンストハウゼンと再婚する。彼女は、数密院議員で、上級衛生評議会の議長。 ビクトアトビアスエルンストフォニエルンストハウゼンと、その妻ヨハンナ・アマーリエ・ブライトシュプラッハの娘である。この夫婦は二人の娘に恵まれた。以下には、用語や、人名の言語表記をまとめた。ありがとうございます。